ジョエル・フェルナンド・カレーニョ・デ・セーナは、ドミニカ共和国産、クリストバル出身の元プロ野球選手。宇トを右打ち、トロントブルージェイズ時代2004年10月に、トロントブルージェイズと契約。2006年にドミニカンサマーリーグでデビューし、15試合に、先発して、防御率1.53を記録。2007年は、ガルフコーストリーグで12先発で6勝4敗を挙げ、 防御率は2.62だった。2008年は A-9 オーバーンダブルデイズで15登板で76と1、3回を投げ5勝5敗で、防御率3.42で85奪三振だった。2009年は A 級ランシングラグナッツで16先発で3勝4敗で、防御率3.28だった。2010年は A 級ダニーデンブルージェイズでプレイし、 137.2インニングで173奪三振を奪った。7月11日にはフロリダステートリーグの新記録となる1試合15奪三振をマークした。2011年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで24試合に先発した後、球団の方針により打者天国のトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズをスキップして8月19日にメジャー昇格。 メジャーではリリーフとして11試合に登板し、防御率1.15、ホイップ0.96と好成績を残した。2012年はローテーションを担うブレッド・セシルが不調でマイナーに降格し、ダスティン・マゴワンがスプリングトレーニング時に怪我で離脱したため、3番手投手として期待された。4月8日のクリーブランド・インディアンス戦で、 メジャー初先発を果たすも6回4失点4死球、3奪三振だった。試合後、AA 級ラスベガスに降格した。7月26日にメジャーに昇格した。7月31日にスティーブ・デラバーとブラッドリン・カーンがトレードでブルージーズに入団したため、ロースターの枠の関係上再び AAA に降格した。月日には a 級、 フィッシャーキャッツに降格した。9月7日にフィッシャーキャッツのシーズンが終了した後、メジャーに昇格した。11月19日にマイアミマーリンズと行われた12人が動く。大規模トレードでロースターの枠を開けるため、リーフとなる。11月30日にトリプル A 級バッファローバーアイソンズに降格した。2013年5月29日に A 級 フィッシャーキャッツからトリプル A 級バイソンズに昇格した。2013年11月5日に FA となり、11月8日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2014年シーズン終了後 FA となった。マイナー時代は先発投手だったが、メジャー昇格後はリリーフとして起用されている。脱三振率が高く、スライダーはすでに高いレベルにあるが、 チェンジアップはまだ発展途上である。即急の請求が安定すれば、将来はクローザーを務めることも可能だと見られている。ありがとうございます。